外国人が驚愕した、日本の食べ飲み放題の特徴を知ってますか？レイム知ってるか？最近また新しいバイキングレストランを見つけたんだ。今度ちょっと食べに行かないか？いいわねえ、白麗神社のお賽銭横領しちゃおうかしら。でも改めて思ったけど、日本って結構食べ放題の店が多いわよね。しかも多種多様ときたもんだ。まあ私たちは結構見慣れているんだが、外国人は結構驚いていることが多いぜ。というわけで今回は、外国人が驚愕した日本の食べ飲み放題の特徴を6つ紹介するぜ。それぞれの特徴に対する海外の反応も紹介するから、ぜひ最後まで見ていってね。というわけで、ゆっくりしていってね。ではまず最初の特徴の紹介の前に、そもそもなんで日本の食べ飲み放題が外国人に驚かれているんだと思う？なんでと言われると確かによくわからないわね。日本じゃ当たり前だけど、海外にはそういうシステムの店ってなかったりするの？そんなことはない。海外にもビュッフェと呼ばれる、食べ放題が主流となっている飲食店はちゃんとある。日本ではバイキングとかも呼ばれているな。どちらも細かな点で違いがあるが、好きなものを自分で取って食べられるって点は同じだ。ホテルの朝食バイキングとか魅力的よね。あれで泊まるところを決めたりするわ。しかし、日本の食べ放題と海外の食べ放題では明確に違う点が一つだけあるんだ。それが、特定のものに特化した食べ飲み放題の有無だ。特定のって言うと、焼肉食べ放題とかそういうこと？まさにそれだ。そうした肉やデザートのみを食べ放題にするシステムは、海外にはなく、ほぼ日本独自のサービスなんだそうだ。マジで？でもビュッフェ形式の食べ放題があるのに、なんで日本と同じ形式の食べ放題がないの？海外のビュッフェ形式は、様々な料理を楽しむのが前提となっている。だから、一つのものを食べ続けるというスタンスとは考え方が違うんだ。ああ、確かに色々な料理を楽しむのがビュッフェやバイキングの醍醐味だもんね。それに、日本人は比較的小食な人が多いので、食べ飲み放題にしても採算が取れやすいという事情もある。海外、特にアメリカじゃこうはいかないだろうぜ。アメリカ人は何でもビッグサイズだもんね。まあ日本人にも常人より食べる人はいるし、霊夢みたいに意地でも元を取ろうとする癒し器やからもいるにはいるが、どちらも少数派だしな。癒し言うな。そういうわけだから、特定のものを食べ飲み放題にするシステムはほぼ日本独自のものになってるってわけだ。正直どこにでもあるもんだと思っただけに、実は日本独特だったってのはちょっと意外だったわ。さて、それじゃ前提の説明が終わったところで、改めて特徴の説明をさせてもらうぞ。改めてよろしくね。というわけで、最初に紹介する特徴は、フルーツ狩りだ。フルーツ狩りは、農園に直接出向いてその場で果物を取って食べるスタイルの食べ放題だ。他の食べ飲み放題と違って農園に出向く必要があるので、その分敷居がほんのちょっぴりだけ高くはなってしまう。しかし、新鮮な果物をその場で食べられるという非日常体験を楽しみながら、美味しいフルーツを堪能できるという点が特徴的だな。確かに、都心に住んでたらフルーツなんて加工された商品か、スーパーで売られてるものしか見る機会なんてないから、収穫して食べるなんて経験そうそうできないよね。そうだな。とはいえ、日本では1年を通して様々な場所で多彩なフルーツ狩りができるから、ちょっと体験したいと思ったらすぐできちゃうぜ。あら、それは素敵ね。つまり季節ごとに旬のフルーツを楽しめるってことじゃない。タイミング次第だけど行ってみるのもありかもね。ネットで調べたら、お目当てのフルーツ狩りの時期なんかもすぐわかるからな。事前にチェックして行ってみるといいぜ。ところで、日本で色々なフルーツ狩りができるのはわかったけど、海外ってフルーツ狩りってできるのかな？海外にもフルーツ狩りはあるんだが、日本と少しだけルールが違う。日本は、入場料を払ったら制限時間内は食べ放題ってところがほとんどだ。持ち帰りはできるところとできないところがあるし、量も決まってるのがほとんどだ。一方、海外では入場料や時間制限はなく、その場で食べることはできない。代わりに、持参した容器に積み、最後に量に応じた料金を払うってシステムなんだ。つまり、日本は先払いで食べ放題。海外は後払いで持ち帰り放題って感じなんだね。そういうことになるな。どっちが好みかは人それぞれだろうが、私は日本式の方がいいかな。持ち帰り放題も魅力的だが、調子に乗って取りすぎかねないぜ。私も日本式かな。せっかく農園に来たなら採れたての果物を堪能したいもの。特にイチゴ、本当に甘くて最高なのよね。わかるぜ。イチゴは日本人のみならず、海外の人から特に人気のフルーツでもあるしな。ある農園には、なんとタイの王族が来たこともあったらしいぜ。王族まで来たとかすごいわね。もちろん、それ以外にもサクランボやブドウなどのフルーツも人気で、シーズンになったら多くの外国人がやってくるそうだ。日本のフルーツ狩りってそんなに人気だったなんて、知らなかったわ。それじゃあ、ここで日本のフルーツ狩りに対する海外の反応を紹介するぜ。いちごの食べ放題に行ってみたんだけど、自分で取りながら食べられてとても楽しかったわ。いちごは大好きだよ。カードキャプターさくらで主人公たちがいちご農園に行ったシーンを思い出すよ。素敵だね。フルーツ狩りが楽しそうだなんて考えたこともなかった。味の違いを確かめてみたいな。かなり好評なようで嬉しい限りだわ。しかし一方で、外国人の受け入れができる農園はまだまだ少ないという問題もある。先ほど紹介した反応以外にも多くの観光客から需要があるのは間違いないから、できればもっと外国人の受け入れができる農園が増えてほしいところだぜ。そうね。受け入れ先が増えればそれだけ日本のフルーツを楽しめるってことだからね。日本の魅力を知ってもらうためにも頑張ってほしいわ。二つ目の特徴は、焼肉だ。焼肉の食べ放題は、日本じゃメジャーなタイプだよね。そうだな。様々な食べ放題の中でも焼肉の食べ放題は地方都市から大都市まで、日本中どこにでもあるイメージがあるぜ。場所によっては焼肉店だけで結構密集しているエリアがあるのも珍しくないもんね。それだけ需要があるってことなんだろうけど。そうだな。焼肉と一言で言っても、主に鶏、豚、牛の3種があるし、それぞれの食べられる部位も多彩。何より、本能に訴えかけてくるうまさたるや。あれは抗えないわ。抗えなさすぎて先週も一人で焼肉の食べ放題に行ったぐらいだもの。そこは誘って欲しかったな。まあ、一人黙々と色々な肉をおうんと堪能して、人間火力発電所になるのもまた焼肉の楽しみ方の一つだけどな。ところで、焼肉の食べ放題といえばコースが選べるのも魅力だよな。そうね。と言っても、どこの焼肉店も、そこそこ選べる、もうちょっと多く選べる、全部選べる、この3つが基本で変わり映えはしないんだけどね。店オリジナルの味付けをした肉を出すといった差は見せてるけど、コース自体は基本それなんだよな。でもまあ、基本全部コース一択の私からしたら、正直コースなんて合ってないようなものなんだけどね。知ってた。こんな具合に、比較的小食と言われている日本人ですら、焼肉となったら目の色を変えるレベルなのだから、海外の方々の関心具合はかなり高いと言っていいぞ。海外の人たちって、肉大好きだもんね。ってことで、そんな肉大好きな海外の方々の焼肉食べ放題に対する反応を見てみるぜ。カルビにタン、レバーこれでも買ってくらいたくさんの種類が注文できて、お店の経営が心配になっちゃったわ。焼肉食べ放題は大好きなんだ。日本の焼肉食べ放題に出てくるお肉は、本当に色々な肉の種類が出てきて食べきれなかったよ。日本人はグルメな人が多いんだね。100分食べ放題なら日本に行った時に焼肉キングに行ってみよ。店の採算は、子供の頃はほんのちょっぴりだけ思ったことはあるわね。私もだが、大人になったらああいうのはちゃんと店に利益が出る構造になってるとわかったんだよな。ギャンブルで胴元が儲かるようになってるのと同じだぜ。ギャンブルと違うのは、こっちが負けた感がないってところかな。なんだかんだでみんなお腹いっぱい肉を食べて幸せだもんね。さて、そんな焼肉だがみんなはどの肉が好きかな？私は断然カルビだぜ。私は鶏肉が好きかな。美味しいしヘルシーだからたくさん食べられるもの。そうしてお腹の肉も増やしていくんですね。わかります。やかましい。三つ目の特徴は、寿司だ。焼肉と同じくらい人気の食べ放題来たー。寿司といえば、日本人なら大体好きな食べ物だ。それの食べ放題となれば人気がないわけがないぜ。お寿司って美味しいし好きなネタも多いんだけど、単品のお値段がちょっぴり高めなのがネックな料理なのよね。それが解消されるってのは大きいわ。そうだよな。一部を除いて全般的に人気があるネタは手頃な価格帯であることが多いとはいえ、数を重ねたら結構なお値段になるなんてよくあることだ。そうそう、なるべく安めの回転寿司で済ませようと思っても、私の腹を満たそうと思ったら、野口英世が何人飛んでいくか分かったもんじゃないわ。霊夢の場合、樋口一葉が飛ぶまで食いかねないけどな。そんな懐事情も、食い放題なら気にしなくていいのが個人的に嬉しいぜ。しかも食い放題の場合、回転寿司なら1、2ランクぐらい上のネタも食えるのもいいぜ。それってウニやイクラや中トロとかも OK ってこと？そういうことだな。私としてはそれも嬉しい要素なんだぜ。いいじゃない。だったら私終始高いネタしか頼まないわ。いやまあ、店によってはその辺は制限してる場合もあるから霊夢の希望通りに行くかはわからんけどな。食べ放題なのに。制限時間と同じくネタは有限なんだよな。と、霊夢が荒ぶるぐらいの反応を見せる寿司の食べ放題は、日本人のみならず外国人にも人気なのは言うまでもないぜ。海外で寿司は、魚介類ってことで多少人を選ぶけど、それでも人気料理の一つだもんね。興味を示さないわけがないわ。その通りだ。では、ここで寿司の食べ放題に対する海外の反応を見てみるぜ。寿司をたくさん食べたいと思って食べ放題に挑戦したら、ラーメン、うどん、唐揚げ、スイーツまであってびっくりしたよ。回転寿司の食べ放題は子供と行くと助かるのよね。私たちは寿司が食べたいけど、子供が食べられる寿司ネタは限られているから、サイドメニューがたくさんあって嬉しいわ。まるで夢のようだ。いつか日本を訪問したい。やっぱりみんな良い反応をしてるわね。寿司の食べ放題もだが、サイドメニューが充実してるのも喜ばれてるな。日本人としては、寿司の食べ放題なのにサイドメニューなんて頼まんって認識だから目から鱗だ。普通は元を取ろうと思って寿司ネタを食べることに注力するから、サイドメニューなんて目もくれないもんね。ちなみに、寿司の食べ放題は海外でも少ないながら展開されているんだが、その中でも有名な話で、寿司の食べ放題で出禁になった人がいるらしいな。食べ放題なのに出禁、その人店でなんか悪さでもしたの？いや、単純に寿司を食いすぎたせいだそうだ。普段から大量に食べてたらしいが、その時は100皿以上食べたんだとか。マジか、シンプルに食べ過ぎで食べ放題を出禁になるとかフィクションでしか見たことないわ。ほんとだよな。当人は最初こそショックだったらしいが、今では笑い話として受け入れてるそうだ。その話が地元で知られると瞬く間に拡散されると、寿司マンの愛称で呼ばれるほどになったそうだ。出禁になったのは悲しいけど、当人が受け入れているなら何も言うことはないわね。まあ寿司屋は一つじゃないわけだし、また新しい場所で美味しく食べまくれることを祈ってるぜ。4つ目の特徴は、鍋の食べ放題だ。寒い季節にはぴったりな食べ放題ね。そうだな。肌寒い夜に熱々の鍋をつついて温まるってのも日本の冬の楽しみの一つと言っていいぜ。鍋の食べ放題は、基本的にしゃぶしゃぶの店が主流って感じだな。他にはもつ鍋の食べ放題が多い印象だ。ホルモン料理だから人を選ぶけど、もつ鍋も美味しくていいよね。しゃぶしゃぶも普通のしゃぶしゃぶ以外に、火鍋スタイルで食べられるところもあるみたいだ。火鍋って、確か独特な仕切りがある鍋を使った料理よね。そうだ。白湯と呼ばれる白いスープと、赤唐辛子などで味付けされたマーラーという赤いスープが入っていて、二つの味が楽しめるのが特徴だ。独特の仕切りにも意味があって、スープの色で音量を見立てているなんて説もあるらしいな。音量、つまりは私にぴったりな鍋ってことね。おっそうだな。雑の極みみたいな返ししやがって。さて、じゃあアホなこと言ったレイムは放っておいて、ここで鍋の食べ放題に関する海外の反応を見てみるぞ。日本の鍋の肉はロサンゼルスのお店よりお肉がはるかに美味しそう。ぜひしゃぶしゃぶを食べてみたい。鍋はいくら食べても飽きないよ。肉に加えてトッピングや野菜があんなにたくさんあるんだから。もし医者にしゃぶしゃぶを止められたら俺はどうなってしまうんだろう。怒って調査野人になるかもしれない。今の私ならさっきの雑な返しも相まって3ぐらいになりそうだわ。マジすまんかった。よろしい。ともあれ、このように日本の鍋料理は外国人にも人気ってことがよくわかる反応だったな。日本の鍋料理は海外にも展開するぐらいには人気の料理というしね。しかも鍋の食べ放題は、地域特有のものがある場合も珍しくない。例えば北海道ならジンギスカンの食べ放題なんてのもあるんだ。ジンギスカンもすごく美味しいって話よね。私も北海道とか行く機会あったらぜひ食べてみたいわ。甘めのタレにつけられた羊の肉と、焼いてる間に味付けされた野菜がかなりうまいって話らしいしな。私もぜひ本場で食ってみたいぜ。でもジンギスカンって鉄板料理って分類らしいから、鍋料理とは違うんじゃないの？家庭用はともかく店ではジンギスカン鍋を使ってるから、鍋料理ってことらしいな。その大雑把さに北の大地の雄大さを感じさせるわ。そんなところで感じなくていいから。5つ目の特徴は、ケーキをはじめとしたスイーツの食べ放題だ。このタイミングでデザートの紹介が来ちゃったか。スイーツの食べ放題は、単品である場合よりも他の食べ放題の中に組み込まれていることが多い。中にはスイーツパラダイスのようにデザートメインの店はあるんだが、数はそんなに多くはないのは確かだ。そうね、言われてみればスイーツ系ってメインで出してる店より、バイキングに行った時とかに専用コーナーがあるって感じが多いイメージだわ。でもどうしてかしらね？それは、デザート自体が多く食べることに向いてないからだな。レイムも、デザートを食べ過ぎて気分が悪くなったりした経験があるだろ？そういえば何回かあるわね。確かケーキ1ホール分食べた時だったかな？空量が半端じゃねえな。まあともかく、人が甘いものを多く摂取すると血糖値が上がるので、膵臓から血糖値を下げるインスリンというものが分泌されるんだ。それが短時間で繰り返されることで血糖値が乱高下するので、体に負担がかかってしまうんだ。そうすると脳がこれは危険と判断して甘いものを控えさせようとする。それが、甘いものを食べ続けて気分が悪くなる仕組みだ。そうだったんだ。てっきりクリームで胃がもたれたのかとばかりに思ってたわ。レイムの場合はそれもあるんじゃねえかな。では食べる量が多いという海外ではどうなのか。ここでスイーツの食べ放題に関する海外の反応を見てみよう。言ったら食べ過ぎて吐きそうだが、それだけの価値がありそうだな。ケーキブッフェはすごく良いけど不健康だよね。毎日は行きたくないかな。こういう店はほとんどの客が女性なのは奇妙だね。日本の男は甘いものが嫌いなの？コンセプトもいいし男の俺からしても美味しそうに思えるが、スイーツばっかり乗った皿が積み重なっていくのは想像するだけでもきついわ。ちょっと賛否あるって感じかな？コンセプト自体は面白いし、実際美味しい思いはできるんだけど、それ単体だとちょっとってのが主な意見って感じだな。間違いなくさっきの体の仕組みが原因だよね。その辺は海外の人も変わらないんだね。そうみたいだな。他には男だとそういう場所に入りにくいっていう意見もちらほらあったな。あ、確かにそういう店って女の子が立ち寄りやすい雰囲気にしてることが多いから、男だけで行くってのは躊躇しちゃうよね。確かにな。しかし、男の中にだってスイーツをたくさん堪能したいって人も多いから、そういう人も行きやすい雰囲気作りをしていってほしいとも思うぜ。男だって、スイーツしたい、ってこと？間違ってねえけど表現の仕方。これで最後だ。6つ目の特徴はお酒の飲み放題があることだ。食べ放題のお供がついに来たわね。霊夢の言う通り、酒の飲み放題は大体の食べ放題にオプション的についてることが多いから、ある意味日本ではメジャーなものと言っていい。なんせ、今まで紹介してきた中で、フルーツ狩り以外全てに飲み放題プランがあるってぐらいだからな。食べ放題だけでも満足度高いのに、そこにうまい酒まで追加されたら、うまさで五臓六腑が爆発するわね。うまさを染み渡らせるだけにしておけ。飲み放題も食べ放題同様にプラン別に分かれていて、値段によって飲める酒の種類が変わるのがほとんどだな。一部の酒はプランに入ってないから、別途料金を払って注文しなきゃいけないこともある。とはいえ、ビールをはじめとしたよく飲まれる酒は大体プランに組み込まれてるので、よっぽどのことがない限りは気にしなくていいと思うぜ。確かにね。私も昔酔った勢いで、メニューに載ってないビールを頼んだ時ぐらいしか使ったことないわ。それただの迷惑客。さて、この飲み放題プランだが、日本人も満足だが外国人はもっと満足ってぐらい人気のあるプランなんだ。というのも、日本は世界的に見てもアルコール飲料に関してかなり寛容な国で、その寛容さから、海外の酒好きからは天国のような国とまで言われているほどだ。そういえば、海外では日時や場所によってアルコール飲料が買えなかったり飲めなかったりで、かなり制限が厳しいって話よね。加えて、違反した場合の罰則も大変に重く、私たち日本人からしたらびっくりすることも結構多い。特にヨーロッパ圏では、定額飲み放題でのアルコール販売が違法な国もあるほどだそうだ。違法レベルで取り締まられてるの？先ほど、酒好きの外国人は日本が天国だって言ったが、その理由がよくわかるだろ？マリサの言う通りそういう国の人からしてみれば、日本は羨ましく思う気持ちはよくわかるわ。さて、ではここでそんな酒の飲み放題に対する海外の反応を見てみるぜ。日本ではぐでんぐでんに酔うことができる。セブンイレブンでストロングカクテルの缶が買えるし。アメリカでは飲み放題のバーなんて永遠に登場しないだろうな。やめてくれ。俺はようやくアル中を克服したばかりなんだ。誘惑しないでくれ。かなり好評みたいね。あと、アル中兄貴はそのまま療養して、どうぞ。飲み放題プランもそうだが、日本の居酒屋の雰囲気やサービスなんかも好評のようだ。それもまた、海外の酒好きが好意的な理由を述べる要因だろうな。そういえば、日本の飲食店のサービスの良さは前々からずっと評価されてるもんね。そんなお店で好きなお酒をいくらでも飲めるってのは、幸せなことだよね。そうだな。今後どうなるかわからないが、気兼ねなく酒が飲めるという点だけは変わってほしくないぜ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。